ZRR80 ボクシー。今回ね、バッテリー変えていきます。この鉄板部分ね、持ってください。バッテリーね、ここです。でまずね、供給場所ね、ここです。でね、工具、5mm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  でね、このプラスの線がね、このね、ステンについてます。このね、上っ側のね、部分ね、外れます。こんな感じです。まずね、バッテリーのね、マイナス外します。取り付けるときにね、奥まで入れるためにちょっと緩めといてください。たっぷりに。で次ね、プラスいきます。でプラスはね、こう薄いね、鉄板が2枚重なったようなね、端子になってます。だからね、たっぷり緩めてください。で最後にね、ステいきます。でステね、この奥さっき緩めます。でちょっとね、緩めたらね、手前ね、外します。で奥もね、ナット外します。でステをね、抜きます。でマークあります。遠くのステね、外れないように固定されてます。から奥に押して引き抜かない限りね、外れません。で忘れないうちにね、シェアルシーンかけておきます。バッテリーね、外します。よいしょ。でこのね、皿、ここにね、この一気目あります。だからちょっと斜めになるような感じかな。こんな感じです。でね、ちゃんとね、入ってるかね、バッテリーをね、確実に乗せてね、ちょっと皿とね、一緒に同時に回してね、動かないか確認してください。まあ、これやったらね、4年持つと思います。ちょっと静かに、静かにせ、静かにせ、喋らんでいいから、もう早く早く早く。
ああ、でどこまで言うたかわからないけど、ね、アイドリングストップのねこの専用の、ね、バッテリーをねつけてください。あとはねもうターミナルとして遠目でね行きます。まずここね仮止めして、で後ろの捨てはね引っ張りながら、一つね言い忘れてました、このね液入れるようにね捨て合わせてください。でプラスね、いきます。これをね、軽く塗ってます。必ずね、奥まで入れてください。で最後にねマイナスです。両方ともね奥まで入れてください。あとね腐食防止でね塗ります。供給抜きます。でエンジンをかけます。時計とかもね合ってます。で電圧ね測定 14.07 OK です。で最後にね忘れてました、こいつですね、配線を入れて、これで OK です。今回ねボクシーバッテリー変えていきました。このね80系はね新車3年ちょっと超えたらねバッテリー上がったりするのでね、まあ3年目でね交換した方がいいと思います。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。